あの先ほど空港に着いた時にあのたくさんのファンの方が迎えてくださいまして、台湾の方はすごく良心的、良識的で、でも熱くて可愛らしいんですね、あの女の子なんかで、あんなにたくさんの方が出迎えてくださって、国も文化も言葉も違うのに、あんな風に迎えていただけたのがすごく幸せで、あの皆さんの思いをたっぷり気持ちに刻ませていただきました。本当にありがとうございます。あのまたこれからも台湾にちょくちょく来られたらいいなと思います。刚刚这位日本记者问到说，就是刚刚在机场有非常就是热情的粉丝欢迎他，然后也听说他上车的时候就是有热泪盈眶这样子，那想要他分享一下就是来到台湾的感受。我们当记者全民做公益，无家暴要给糖果，请采用照片1000元、影片2000元，就欢迎慈善机构，你爆料我捐款。